月の美しいのは13夜、娘さんの美しいのは17歳の頃。食はみんなの拠り所、琉球の匂いに誘われてぶらりぶらりと食探し。見つけた先のティダムン、たまには一箸添えてみよ。今日はどんな琉球飯と出会えるのか。宮城のたまには気分を変えて琉球飯でもいかがでしょう。はいどうも、宮城和也です。沖縄の名産や特産、飲み物や食べ物などを紹介するこの番組、さあ今回も青森をチェイサーにお送りいたします。今回の写真はこれはもう一目でわかりますね。波の上ビーチですね。これ、まあ、いわゆる那覇市民でいうと難民っていうあのビーチなんですけども、まああの那覇の人にとってはね、憩いのビーチというか、この夏は泳ぎに行って、で冬なんかはあの散歩したりね、近くに公園もありますから家族で行ったり、であの夜とかだったらあのカップルとかでね、海の前で話したりとか、ぜひね、そんなに綺麗な海ではないんですけれども、観光客の方はあの那覇の憩いのビーチに行ってみたらいかがでしょうか。さてというわけで、今回の琉球飯はこちら。でででで でん黒糖玄米です。懐かしいな、黒糖玄米。まあ、いわゆるこの玄米ドリンクですね。飲む玄米って書いてますけど、飲む玄米と言われています。さあこちらの会社は、あ、名称的には清涼飲料水なんですね。で、有限会社戸口、沖縄県名護市あがりえ。おお、名護で作られてるんですね。これとあの似たようなやつでミキってやつがありますけども、これ黒糖玄米じゃないですか。でミキってやつはあの白米なのかな、あれは飲むライスって言われてますけども、そのミキってのはあの沖縄の口かみ種の起源だと言われておりますね。かなり歴史の古い飲み物であります。なんかね、昔風邪をひいたりしたらおばあがこういうの飲んどけって言ってね、よく飲まされましたけども、かなり栄養価が高いらしいですよ。元祖スムージーって言われてますから。ミキってどうか知ってますよ。いや、カタカナでしょ。あ、わかった。神の酒って書いてミキだ。そうです。ね、終わり？終わりですよ。そうそうそう、だから相当琉球王朝時代から作られている飲み物ですよね。だからミキもこの黒糖玄米も、なんか今ではこの2つだけじゃなくて紅芋玄米とかいろいろなんか種類があるみたいですよ。じゃあ早速飲んでいきましょう。いいね、懐かしいな。これ振るんだっけ。懐かしいな、子供の頃よく飲んだな。これ今の子供たち飲むのかな。いろんな飲み物が溢れ返ってるから飲まないかもしれないけど、今こそこの黒糖玄米やミキの栄養価を見直してもいいかもしれないですね。匂い、あ、これだ。懐かしい。なんか爽やかなんですね、匂いは。では早速飲んでみましょう。沖縄の方言でこっちいさびら。うん、うまい。いや、これうまいな。めっちゃ昔思い出す。このね、この結構とろーっとしてるんですよ。見てわかるかな。わかんねえか。結構とろーっとしてて、味は基本この黒糖ベースですね。黒糖の味が結構強いです。でもね、結構スルスルっといっちゃう。夏のこの沖縄の夏の暑い時なんかにぴったりなんじゃないかな。うん、うまい。結構ね、味的にはこの黒糖が強いんですけども、結構ね、でもさっぱりと飲めます。でこれわかるかな、この
これこうやったら分かりやすいか、ほらとろっとしてるね、とろっとしてるから、それを清涼飲料水と呼んでいいのかっていう疑問もあるんですけども、でもね、昔から僕飲んでるのでこれ思ったんですよ。結構ね、これ沖縄のよくあの売店とかこの露店で売ってるんですけども、キンキンに冷えてるんですね。キンキンに冷えてるから結構あの沖縄の夏とか真っ昼間に飲むと合うんですけども、その時に粘度が強くてとろっとしてるから、この喉からゆっくり降りてくるんですね。ゆっくり降りてくるからだんだん冷えてくるんですよ、冷たくなってくるんですよ。そういう意味での清涼飲料水なんじゃないかと僕は思います。ぜひ沖縄行った時に飲んでみてはいかがですか。すごいね、海洋深層水 100% 琉球の塩を使用したですね。さて、今回の琉球飯はいかがだったでしょうか。今回はね、黒糖玄米ということで、僕はすごい懐かしくて楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。この番組ではこちらの後ろの方に貼る沖縄のね、食べ物や風景など、まあ、ありとあらゆる琉球フォト、さらにあの私宮城にこういうの食べてほしいなとか、ああいうお店に行ってほしいなというのがあれば、どんどん募集しておりますのでよろしくお願いします。この動画の詳細の方にですね、メールアドレスの方を貼っておりますので、どしどしご応募ください。さらにこの番組を応援したいなとか、面白いなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さあ、今回の琉球飯はいかがだったでしょうか。たまには琉球飯を一品添えてみるのも悪くないかもしれませんよ。それでは、たまには気分を変えて琉球飯でもいかがでしょう。また会いましょう。じゃあね。